さん聞いとくれ、おいらは悲しい受験生、地獄のような毎日を、どうか皆さん聞いとくれ。朝は眠いのに起こされて、朝飯食べずに学校へ、1時間目が終わったら無心に弁当を食べる。友達に勉強してるかと聞かれたら、全然してないよと答えとき、相手に油断を与えておいて、その間に俺は勉強。テストが終わっても自信なげに、全然あかんと答えとき、相手に優越感与えておいて、後でショックを与える。建設時代を毎月買って、一生懸命研究してるよ。どうしたらうまく入れるかと、いつも作戦を練っている。ラジオ講座を毎晩聞いて、大学入ろうと頑張っている。 11PM も我慢して、西尾隆さんとデートする。大学見事に入るまで、恋はやめよう我慢しよう。花も盛りの18歳よ、一人寂しく暮らすのよ。彼女よりも大事なものは、オーブンシャアの参考書、それにオーブンシャアの実力テスト、赤尾よしお様万歳。母ちゃんも俺を激励する。一流の大学入らねば、私や近所の皆様に合わせる顔がないのよ。別に志望はないけれど、とにかくどこかへ入りたい。経済、法学、文学部、全ての学部を受ける。一生懸命勉強して、志望の大学入ったら、麻雀、パチンコ、遊びずくめで、覚えたことは忘れるよ。結論、大事な青春無駄にして、一枚の紙に身を託す。まるで河原の枯れすすき、こんな世の中間違っとるよ。ついでに付録もつけます。勉強ちっともしないで、こんな歌ばっかり歌ってるから、春にはきっと歌ってるだろう、予備校のブルースを。